振り向いてくれないのはただ一人。シュリです。夜遅くにすみません。シュリ、こんな夜更けにどうしたのです？あの、ごめんなさい。明日はもう早くにここを出ていくので、ご挨拶に。挨拶など別に明朝でいいのですよ。どうせ見送るのですから。見送ってくださるんですか？年季の明けた影間を見送る、それも老子の務めですからね。そうですか。シュリ、どうしました？あ、いえ。まあいいでしょう。明朝と思ったのですが。何ですか？お前が明日からお世話になる貿易会社の住所と地図、それから大した額ではありませんが、花火師からの選別が入っています。ありがとうございます。だって僕が本当に欲しいのは、やっぱりここでお店と辰巳さんの貿易のお仕事のお手伝いをさせてもらうわけにはいきませんか？今さら何を言っているのです。向こうの会社にも話はついているのですよ。私の顔を潰す気ですか？あ、いえ、決してそういうつもりじゃ。だいたい店も私も手は足りていますし、老子の私が言うのも変ですが、こんなところに長くいるものではありませんよ。すみません、差し出がましいことを言いました。わかればいいのです。明日は早い、もう部屋へ戻りなさい、シュリ。
辰巳さん! どうしました? いざ客を取らなくても良くなってみたら 体が寂しいんですか?皆さん、こんなに朝早くから飲み送り、ありがとうございます。大変お世話になりました。そんな、僕の方こそ一緒に働けて光栄でした。葵、みんなと仲良くね。 めったに出歩くこともなかったのだから、しっかり体を鍛えろ。でなければ、外の世界では持たないぞ。肝に銘じておきます、一ノ瀬さん。シュリさんには、いろいろと大事なことを教えてもらいました。本当に、ありがとうございました。 意を張るのもほどほどにするんだよ。シュリさん、お元気で。僕たちのことを忘れないでくださいね。新しい職場でしっかり頑張りなさい。はい。 それだけか? それだけですか? もっと他にないんですか? シュリさんは、お職としてずっと頑張ってきてくれたんですよ! イオリは、僕の気持ちに気づいてるんだ。 だけどその髪も、今ではその人を振り向かせるほどの輝きは失ってしまった。年季が明けてしまえば、汚職も何も関係ありません。新しい勤め先も紹介しました。老師としてこれ以上のことはできませんね。